日本静岡県お前崎市、2位の深夜は、静岡県お前崎市の大技である。本校では1889年の町村生、思考時に、同区域に存在した2位の村についても記す。お前崎市北西部に位置する。東で、下朝日奈、上朝日奈、南で、池、新田、角谷、西で、菊川市加藤、西、北で、菊川市高橋と隣接する。 静岡県道37号掛川浜岡線が、縦断する。王子の新の村は順農村であったが、土地は肥沃でなく、また、北側に、スケクリ山と呼ばれる、なだらかな丘陵を背負い、往来を妨げていたため、かなり不便な村であった。村の下に、大技の内丹集落の村で、人口も1000人余りと少なかった。1923年、堀之内軌道が全通したが、 わずか10メートルほどの峠の上り降りでよく立ち往生し、1935年に廃止になる。その後、峠に、スケクリヤマトンネルができ、堀の内駅と池にった町を結ぶ路線バスが、比較的頻繁に往来し、村内に2位の木が谷の停留所が設けられたが、村の様子はほとんど変わらなかった。2015年10月1日現在の世帯数と、人口は、 以下の通りである。町内の警察の管轄区域は以下の通りである。2位の村に関するカテゴリー、ありがとうございます。